あれ？自分でもそう思わない？そこまでするのはほの字の証拠と私は睨んだけど。とにかく後悔だけはしてほしくないかな。だって人生一度きりだからね。私にピンポンをさせて。よいしょっと。はい。チカ子ちゃんの友達です。お見舞いに来たんですけど。あら、まあ、チカ子、お友達がいらしてくれたわよ。ささ、中へどうぞ。ありがとうです。念のためと包帯を巻かれてしまいました。けれど明日には取れるはずですから。あね、これってもしかしてゲーム機ってやつ？そうですけど、見たことないんですか？うん、初めて。じゃあ、今テレビ、これもゲームの画面ってこと？はい。昔、暇つぶしでやってて、すぐに暇つぶし以上になっちゃいました。みんなでできるものがいいですよね。
国見くんはこれやったことあります？これどんな？レーシングゲームです。レーシング？車か。操作は簡単なのでプレイすればすぐにわかると思います。ごめんなさい、つい本気を出してしまいました。私はリタイア。攻撃は最大の防御なりよ。そういうゲームではないんですけどね。お菓子食べていい？あ、はい。お茶にしましょうか。冷めちゃいますし。おせんべいこぼしたらごめんね。破片が飛ぶからさ。サンデーも食べる？そういうの食べる風には、はあ、できてませんもんね。普通ですけどね。内弁慶とか多分、珍しく友達が来たんで、それで喜んだんだと思うんです。します。お見舞いは元気のもとになったかな？もちろんです。だってさ、京介くん、京介くんも元気出たでしょ。それじゃあ、また明日です。バイバイ。私は、京介くんには幸せになってもらいたいだけなのさ。マジマジ。
ふたまたはなしだよ。まただ。すぐ押しつぶされるよ。とにかく撃ちまくって。周り、みんな…
諦めちゃダメだよ、お兄ちゃん。諦めたらそこで終わりだから。エマちゃんは強いね。大切なものを守りたいなら強くならなくちゃ。私もみんなのことが大切だよ。来ちゃった。消えたの？京介だって。お兄ちゃん、やったね。